放送席、そしてファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは2試合連続完投で8勝目、岩隈投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。128球、今日も完投しました。今の率直なお気持ちからお願いします。いや、正直嬉しいです。チームが、ね、3連敗してたので、今日はなんとか勝ちたいという思いがあったので、嬉しいです。暑い中でのピッチングだったと思うんですが、まさに熱投という感じで、こういった勝利はチームにも勢いを与えると思います。そうですね、今日も暑かったんですけどね、先制してもらったんでね、思い切って、ね、投げましたけどね。打線の方も今日はよくつながりまして、援護をしてくれましたね。はい、もうたくさん点取ってもらったんでね、思い切ってリズムよく投げることができました。2試合連続の完投なんですが、ご自身で見てどの辺が良くなった、あるいはいいんでしょうか。今日は、いいような悪いようなって感じだったんですけども、粘り強く投げていったので、その結果ね、最後まで投げることができました。ランナーを出しましても併殺も見つ取りましたし、本当に粘り強くいけましたね。そうですね、初回に、ね、点ね、取られてしまったんですけど、その後からしっかり落ち着いて投げれたので、ちゃんと自分らしいピッチングができたと思います。相手のオリックスは今日ローズ選手が復帰していたんですけども、今日の対決振り返ってどうですか。3本打たれましたけど、ホームラン打たれなくてよかったと思います。その後の2人の外国人選手は完璧に抑えましたね。そうですね、最近ずっと打たれてたので、ここはしっかり抑えて、とにかく今日はね、勝ちたいと思ったので、そのピッチングができてよかったです。今日勝って8勝目、今後の岩隈さんの目標を教えてください。もうとにかく上に行けるように食らいついていくだけなので、一戦一戦本当に勝てるようにピッチングをね、粘り強くしていきたいと思います。次も素晴らしいピッチングを期待しております。頑張ります。ありがとうございました。今日のヒーローは岩隈投手でした。ありがとうございました。